あの雲の向こうは。ああ、俺たちの敵、鬼神会だ。遥か昔、人の神巨神と機械の神鬼神は相争い。そのムクロは生命の栄える大地となった。幾千年の時を経た今、人々の生きる巨神界は鬼神界の機械生命体鬼神兵によって蹂躙されていた。フィオルン、君は先に行くんだ。私も戦うわ。行くんだ。最後の最後までシルクと一緒に戦うんだから。やめろ。さっきから変なんです。先のことが、少し先の未来が目の前に見えるような。未来が見える神の剣モナドを手にしたシルク、鬼神兵への復讐を果たすため仲間と共に旅立つ。心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。鬼神兵がいたって構やしねえ。片っ端からぶっ倒してやればいいさ。立つさ。そしてお前の心が汚れ歪んでしまったのなら、それも立つ。信じたとまでは言えないけど、あなたたちにかけてみる。お前たちを残して私一人だけ逃げ帰れというのか。こんなことでノポンの勇者リキに勝ったと思うなも。冒険の舞台は巨神と鬼神のムクロの上に広がる大地。遥か彼方まで続くフィールドをどこまでも自由に駆け巡ることができる。さあ行くよ。やってやろうぜ。バトルではアーツと呼ばれる様々な技を駆使しながら攻撃していく。アーツによっては敵の背後から繰り出すと倍のダメージを与えられるものがあるなど、キャラクターの位置取りが戦局を大きく左右する。他にも敵の体勢を崩すなどの特殊効果を与えた後に、仲間がそれにつながる特殊効果を発動すると戦いが有利に。仲間を信じてアーツを繰り出す。ゲージが溜まると使えるチェインアタック。プレイヤーが仲間のアーツを選択できるので、戦略性の高い攻撃をより簡単に仕掛けることができる。お願いします。おう、行くわ。モナドの力で少し先の未来が見える美女。防御や回復によって最悪の未来を変えることができる。キャラクターによって得意な能力が異なるので、対峙する敵を見極めながらパーティーを編成することが重要。広大なフィールドには様々なスポットが存在。各地に散らばるランドマークや簡単にはたどり着けない秘境ポイント。探索で気をつけたいのはユニークモンスターと呼ばれる特別な名前がついた強敵の存在。倒すことができればレアなアイテムを手に入れることも。仲間との絆を深めると見られる絆トークが発生する場所もある。一度訪れた場所には瞬時に移動することができる。世界中で暮らす多くの人々、話しかけるとクエストを依頼されることがある。モンスター討伐や素材集め、時には友達探しなど、さまざまな悩みを解決することで人々との絆は深まり、シュルクたちの冒険はこの世界に暮らす人たちをも結びつけていく。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。このコロニーの奴らだがな、
もう食っちまった。なんでだよ、なんでこうなっちまうんだよ。欲しいものがあるなら力を示せ。追ってこい、我らが鬼神界まで。おうさ、どこまでだって僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。ゼノブレイドディフィニティブエディション。そして本編の後日譚となる追加ストーリーも収録。巨神方に流れ着いたというコートに向かったシルクとメリア。新たなフィールドを舞台にノポン族の仲間も加わった2人を待ち受けるものとは。数ヶ月前に突如コートに現れたんだ。どうするのだ、ハイエンターの未来。私は思い違いをしていた。ハチョチョ何かしたかも。メジャートレジャーノボジャー。みんなありがとう。私がここで何をなすべきか見えた気がする。追加ストーリーゼノブレイドつながる未来。さまざまな特典がセットになった限定版コレクターズセットも同時発売。